お前、堂々と覗きしてんじゃねえや堂々と覗きしてんじゃねえぞ、お前何かわーじゃん、お前。興奮してんじゃねえぞ、変態さんよ。何だったん、これ <laughs>。何やねん、これ。さて、猫を追いかけってか、ほんと暗いなぁ。中ないの。お昔はよく、ここで僕に絵本を読んでくれていた。 眠れないときは、子守歌を歌ってくれていた、バーバパパとかバーバパパの絵本とかまた、あの子守歌が聞きたい。んこの歌聞いたことあるぞ。確か記憶曲度のあれちゃ,記憶ち,ちゃうな。曲章殿ちゃうな。ねえねえ、ゴローリー,ーは違うな。俺が過去に実況やった違うゲームの話じゃ。<laughs> なんだ 今の叫んだ,何だ、なんだなんだアミちゃんじゃないよな。アミちゃんが叫んだんじゃないよな。なんか <laughs>、めちゃくちゃでかいう子があって吐きそうになったんちゃうか、それ見て <laughs>。どういうことん今ちょっと、なんかあった今。画面ちょっと、え今なんか映ったうわなんだおーなんかある。あ、まだ日記。18日、ちょっと飛んだな。 お母さんが昨日出かけたきり帰ってこない。もう夜の11だというのに。早く帰ってこないかな。お母さん多分パートしちゃうんじゃ。お父さんがおらんけん収入を自分でもかわならあかんてん。偉いんだなお母さん。ということで一言。お母さんは帰ってきた。帰ってきたときすごいお酒臭かった。相当飲んだらしい。お母さんお母さん高いに来てはいけないよ お母さんは僕に何も言わずに自分の部屋に入ってしまった。何か声かけてよ、お母さん8月、えー。8月20日。お母さんがまたどこかに行ってしまった。また前みたいにずっと帰ってこないだろうか。心配。8月21日。お母さんが帰ってこない。ひどいにしないで、お母さん。8月22日。夏休みの宿題が終わった。えらいな。時計を見てみると8時だ。ご飯を作ろう。 きっとお母さんは前みたいに帰ってくる。前もこれくらいで帰ってきたし、お母さんの分の夕食も作っておこう。お母さんが帰ってくるまで食べるのを待とう。8月23日、お母さんは帰ってこなかった。昨日の夕食は冷蔵庫に入れておいた。冷蔵庫を見ると、もう食材がここのほとんど残っていない。これだとお母さんの分のご飯が作れない。明日買いに行こう。温かい男の子やん。8月24日、 お母さんが帰ってきた。よかったで。何も言わずに部屋に入ったと思ったら、またすぐに出て行った。お母さん !8 月25日、またお母さんは帰ってこない。8月26日、今日は学校の出校日だった。嫌いなクラスメイト、嫌いな先生ばかりいる学校、また始まる。今までお母さんがいたからなんとはやってこれた。だけど、そのお母さんがいない。どうしよう、どうしよう、どうしよう、なんかあったん 学校で八月二十七日お母さんのこ言葉かりが頭をよぎる早く帰ってきてお母さんお母さんお母さん帰ってあだあそうか。 たぶんうん軍手と赤い軍手と見間違えたやだああそうかそうかそうかえな<ー>何いくら帰ってもお母さんは帰ってこないうんパートパート頑張りよんちゃんパートうん働くよるごめんセンスないなあなんだい まだ何かあるのかいまあ何かあるかなか言ってもまだ2回行ってるだけあるんだろうけどさ。確かこっちはここか。ここは来た。2回、2回行きます。あ、クイックセーブ。いや、多分、即死イベント的にはそんなんないと思うけど。セーブね。あんな赤い手見せる間だね。即死イベントとかありそうに見え。なにへえ。えー、知らん。そんなん知らん。そんなん知らんわ。そんなん知らん。 え、今までそん、今までの中にそんなヒントあった知らんよ。総部、ストーブにヒントなんか欠かされてるわけないだろ。あ、まさかこの8月1日とか日にちになんかあるか。自殺して、えーと、6時間経つ、8月2日、3日、え、なんかあるでも数字って言ったらこれぐらいしかなかったような気がするんだよな。 はああん本があるあこの日記読んでなくない ?4 日帰ってこない一人ぼっちで過ごしていたいでも誰かにこのことは言いたくないもし誰かにこのことを言ってしまうとお母さんが帰ってきた時に昔みたいに一緒に暮らせなくなると思うからで5日あこれ9月に入っとるわようみんなら今日中学生ぐらいの僕より少し年下の女の子が 公園で探し物をしていた。それで僕も一緒に探してあげた。ビーズで作ったキーホルダーを探していたらしく、僕も一緒に探したけど結局見つからなかった。優しい子やな。その子は諦められないらしく、また明日も探すらしい。僕も一緒に探してあげるよと約束してしまった。6日で、いいんだ。どうせ家にいても一人ぼってたから。今日は昨日約束した女の子と探し物をした。その女の子はゆいちゃんというらしい。ゆいちゃん。 過去作に出てきたかなゆいちゃんってまあいいやショートヘアで髪のえっと肌の白い可愛いらしい女の子だ僕は探し物をしているのに彼女ばかりを気にしてしまった恋する5秒前今の曲適当に作った7日今日もゆいちゃんと一緒に探し物をしたそして探していたものが見つかったよかったでゆいちゃんは満面の笑みを浮かべていた大きな声で「ありがとう」と僕に言ってくれた そして、ゆいちゃんは僕の名前を聞いてきた。名前を教えると、ゆいちゃんは、またねと言って、帰っていった。一緒に、探してあげてよかった。何ページか破られている。で、11月8日まで、めっちゃ飛んだんやん。ゆいちゃんは僕の彼女に、急展開すぎる <laughs> お前とゆいちゃんの間に、どこまで、めちゃくちゃ死んであるじゃないか。間の話してくれよ、お前。 後日学校の転校生として来たみたいな話しになってきたんかな。え <laughs>。今日思い切って告白してみたら、ユイちゃんがオッケーをしてくれた。どんなアプローチしたんだろう。嬉しすぎるよ。9日になって、ユイちゃんと初めてのデートをした。デートといっても近くの公園だけど。ああ、思ったより書くことない。緊張しすぎてどんな会話をしてるのかとか、全然思い出せないんだ。めっちゃ可愛いやん、この子。この,この子めっちゃ可愛いやん。とりあえず今日はいい日だった。 10日にあって、えー、ずき、えっ、ー、と、ゆいちゃんと下校中に会ったから、そこからゆいちゃんの家まで歩いて行った。ゆいちゃんの家はすごく古そうなアパートだった。失礼だと思ったけど、ゆいちゃんにそのことを話したら、どうやらお母さんとゆいちゃん二人で暮らしているらしい。おゆいちゃんのお,とお父さんは5年前に他界しているらしく、お父さんが他界して5年間はずっとお母さん一人で育ててもらったらしい。 じゃあ、両方ともお父さんが亡くなったっていう物同士になったんやな。僕はふと,ふとお母さんのことを思い出した。ほう。え、ってことは、これ、まさか日記どっか、まだあるんちゃん見逃したとかそういうんでさ、消火器。あるんちゃんかな、これ。付き合った後どうなったみたいな、そんな部分があるかもしれんのか。見落としたかな。な、これ。 あ,あ、わーのやつってか人影まだ聞いてない。お前人おらのに何をお前盗撮しようとしての準備万端ですよ。早く来てくださいみたいな気分でおるんじゃないよ。誰も盗撮されに来るかボケ <laughs> わけわからん。最近の、最近の盗撮犯はわけわからん。まだあるとは思うよな、日記。あるとは思いますやけんな。え何これ これまさかさ、日記見るたびにここに戻ってきたらイベント進む的な感じなんよいちゃん、遠慮せず、センス上がって。うん、うん、お邪魔しまーす。うわ、すげえ。彼女を家に呼ぶぐらいの仲になってるやん。緊張しすぎ。親いないから、そんな固くならなくていいよ。<laughs> 親いないからこそ緊張しする時っていうのもあるような気がするけどな、俺。あいつ、そうでもないいや、親おらんき二人きりだわーってなってしまう時 そうでもないか。俺、県警ないから。あ,あ出てきた、新しいやつ。12月23日。おぉ、めっちゃ進んでる。今日、ゆいちゃんを家に招待した。今の話や。久しぶりに僕以外の人間が家にいる。家も喜んでくれていることだろう。それでトランプをやったり、一緒にテレビ見たりして過ごした。楽しかったな。家の中がいつもより暖かく感じた。24日、おクリスマスで。 ゆいちゃんへのクリスマスプレゼントを考えていた。おい当日じゃないか。考えていたって当日じゃん。二人で歩きながら考えていたってすごいラブ,ラブロマンスを感じるね。だけど、あまり高いものを買ってあげられない。今の収入源は僕のバイト代だけだから。生活費を稼ぐのは必死なくらいなんだ。そんな人間がわからんお子だにプレゼントするなんて生意気かもしれないけど。僕は何としてもゆいちゃんにプレゼントを贈りたい。偉いな。 さあ、どうしよう。で25日、結局プレゼントはできなかった。ゆいちゃんは手編みのマフラーをくれたのに、僕はごめんと謝った。そしたら、ゆいちゃんは笑顔でいいよと言ってくれた。そして僕にキスでいいと言ってくれた。僕は彼女にキスをした。ゆいちゃんもいいで、もう両思い,いで、理想のカップルって感じじゃん。いいな。26日、今日ユゆいちゃんと初詣に行こうと約束した。 おかもり神社で10時。忘れぬな,なよ、自分。<laughs> 忘れぬなよ、自分って可愛いな、この子は。男の子やけどさ。なんか可愛いところあるな、これ。おかもり神社出てきたやん。なんかあるぞ。お破られて1日になって、今日、ゆい,ゆいちゃんと初詣に行った。二人のおみくじの結果は、ゆいちゃんが正吉。 僕が今日だった。<laughs> それよくあるパターンやな。硬い方が今日になってしまってさ、わーってなってしまう。でもそれが逆に盛り上がったりするんじゃないかな。今日、あー、今年は不安だ。頑張れ。で、また飛んで、もう3月になっちゃった。今日、ゆいちゃんから話があった。1週間後に引っ越しをするという話だ。ここは遠く離れた北海道に引っ越すだし。えあんだけ仲良かったのに。それで、 ゆいちゃんは僕に別れ話を伝えた。僕はショックで別れることを拒否してしまった。ゆいちゃんは少し困った顔をしてつつも嬉しそうに見えた。これがおみくずの今日なのだろうか。とりあえず今日は考えさせてくれと言っておいた。別に遠くに行くからって彼女彼氏を辞める、辞めんでもいいと思うんやけど、遠距離恋愛で手紙とかあるやん。16日に入ってあとは6日で、ゆいちゃんと嫌でも別れることになる。そんなことはわかっているけど、 僕は諦めきれない。どうしたらいいのだろうってことはさ。ええ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  そのに一回見たやつが別のものに変わったとかそういうパーターンなやつではなかった。ってことは新しいやつ、新しいやつがどっかに増えとると見た。あ、それよりもさ、パスワードじゃ。パスワード探しとったら何かあったっていう感じでさ、あの、やつ探したんよな。探したっつうか、見つけたんや手紙じゃないわ。日記か。いい加減どっか行けや諦めろ入らんわ。ふふふ。 <laughs> あいついつまでおるんだろうねあ外見入れるのどうでもいいや <laughs> えここでイベント始まったんかごめんゆいちゃん僕のわがままを聞かせてしまってうんいいよ私もたまにそう思っていたから濡れ場だよダメだ濡れ場だよ R18 になってきてる。内容が R18 になってきてる。いや、二人の仲がそこまでいいってことが分かるけどさ。そう、思っていたうん。はじめくんとなら、エッチしてもいいなって。エッチしちゃった。しかも、はじめくんって言った。はじめくんって、はじめさんのことで。え過去なんじゃ。あの、はじめさんの小さい頃の話なんじゃ、これ。えそりゃ、えってなるわ。 もういろんな意味でえってなれば、でからしたら。<laughs> あ、これ、はじめさんの過去なんだ、みたいな感じと同時でさ、はじめさん、小さい頃、こんなすごい、すごい、濡れ場やってたんだ、みたいな。<laughs> 二つの意味でさ、えってなれば、俺は。はじめくんって、かけみやはじめさんのことの何今のことあ、これか。17日、あの後の話だ。ゆいちゃんは僕にとって、現在唯一の支えだ。 お母さんがいなくなって不安だった僕にとってかけがえのない存在なんだお母さんどうなったんえもう出かけたまま帰ってきませんでしたみたいな感じなんえ何その I will be back しないタイプのやつでもそのかけがえのない存在がいなくなろうとしている同じくかけがえのない存在だったお母さんのようにあといつかでえっ、えー、とゆいちゃんとは嫌でも別れることになってしまうでも僕はそんなの嫌だ どうしたらいいんだ僕は。そんなのは嫌だ。ゆいちゃんに僕の思いをすべて話した。ゆいちゃんは僕の話を一生懸命に聞いてくれた。そして理解してくれた。その上でゆいちゃんはもう一度、僕に別れ話を聞き出した。不安で悲しそうな顔をしながら。えなんでゆいちゃんを別れようとしよんな。別に別れんでも、離ればないんだなるだけでもいいやん。19日、僕はこれ以上ゆいちゃんを困らせてはいけないと思った。 だから別れ話を受け入れた。仕方ないんだ。どうしようもないことなんだ。彼女をこれ以上不安にさせてはいけないんだ。だから、僕は強気でいなくちゃいけないんだ。で、20日、ユイちゃんと別れ,別れの日の前に最後のデートをする約束をした。その際にユイちゃんは、僕にひとつだけお願いを言ってと言ってきた。なんだその洗脳システム。なんだ、ドガンボールを4つ,つ、7つ集めたら後みたいな話になってんだか ドラゴンボールじゃないんだよ、これは。不老不死にしたいとか言うなよ。はじめさん、不老不死にしてほしいって言うなよ、お前。僕は少し迷ったが、思い出が欲しいと思った。だから僕は、ういちゃんの写真が欲しいと言った。だけど、ゆいちゃんの家は貧乏。カメラを買う余裕もないため、写真はない。だから、僕はカメラを買った。生活費から引いたお金で買ったから、今月は大変になるだろう。 でも、僕は思い出となるのが、なるものがどうしても欲しかったんだ。うん。今日はユイちゃんとサイをデートをして、頑張って買ったカメラでユイちゃんの写真をいっぱい撮った。ありがとう、ユイちゃん。でも、それでも、僕はユイちゃんと離れるのが恋しかった。そして僕は、中学生である彼女に無理を言ってしまった。エッチをして、と。ストレートやなぁ <laughs> よう通ったなそれだけ2人が関係が良かったってことやなよいちゃんは少し困った顔をしつつも OK をしてくれたそして僕は彼女を家に招き好に及んだ、うん、この2人バカっぽるっていうやつじゃないのかい,いわゆるそして最後の別れのキスをしたもう会えないもう会えないんだもう会えないのかよいちゃんがこの街を去った今日は何も書く気が 起きない。で、27、3日。今日はユイちゃんの写真をずっと見ていた。ユイちゃん。結衣。ユイ、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 ユイ,ユイで、飛んで1 0月5日。僕の支えはない。ユイちゃん、ユイはもういない。お母さんもいない。一人だ。一人なんだ、僕は。何もないんだ。お母さんがいなくなったのは、お父さんが死んだからだ。殺したやを絶対に許さない。 お父さんの命どころか。僕たちのも奪,奪っていったんだ。許さない。許さない。許さない、許さない、許さない、許さない。許さない就職する仕事を決めると言われている。僕は警察官になることにする。僕は精神的には不安定な状態だけど、今は薬で落ち着いていられる。薬のものは考らにまで落ち,こ落ち込んだんだ。違う。警察官になるっていう動機はこれだったんやな。なんというか。 悪い奴は許さないってい心があったんやな。自分のこの体験で。もう後ろを見ていてはダメだ。前へ進もう。あの部屋はもう封印しよう。鍵の番号は4016。ストレートに言ってくれた。一番気になってることはストレートに言ってくれた。何かをヒントにして考えなさいって言っ奴じゃなかったよ。やった40、4016。なんで4016なんかは知らんけど、はじめさんの誕生日かな。これからはもう笑って生きていこう。

はじめさんの過去最後まで見ていただきます次回のご視聴もよろしくお願いします